いよいよ最終回です。7回目に引き続きまして、練る動作を単純な運動の中に条件を設定することで、より全身の働きを導き出すようにしていきたいと思います。1目目は体幹支持の状態で腰をひねるというシンプルな動きを、練る条件を加えながらやっていきたいと思います。体幹支持をするために、通常の腕立て伏せのような姿勢を取られてみてください。右の腰を右にひねっていくわけですので、右の足は左足のアキレス腱の上の方に乗せてください。腰をしっかりとひねるようにして、ぐーっと体幹をちょっと上の方に持ち上げるような運動になるんですけれども、この際に通常行うと左手の方で突っ張って、右手の方が軽くなってですね、こういうひねりに伴う体重の左右移動が生まれると思うんですけども、これを極力なくしていただきます。両手は均等に重さがかかるようにしたままという条件を加えて、練る動作としていきたいと思います。両手にしっかりと均等に重さが加わった状態、そして肩甲骨をぐっと開いていただきます、はい、でその状態から少し腰を上に上げるようにして、腰をひねって上に上げていきます。元に戻していくときも、両手の負荷、両手にかかるこの重みというものがなるべく変わらないようにしていただいて、動かしていきます。より体幹周りがしっかりとひねれていること、ここの自覚が生まれやすくなるんではないかと思います。両手に体重を均等に分配するということで、体の使い方や体重のかけ方のバランスがまた変わってきます。一つの条件設定を加えることによって、メインで動く動作以外の場所もしっかり働いてくることが実感できたのではないかと思います。1目目は上またぎという練る動作をご紹介したいと思います。上がここに横にあると思っていただいて、それを手で押さえた状態でまたぐというものなんですが、ここでは簡易的にすぐ取り組めるように、上がない状態で説明していきたいと思います。自然な広さに広げていただきましたら、膝をしっかりと曲げてきていただいて、床に指先が触れる程度にします。今回の練る条件は、指が浮いたり離れたりしないようにという一つの条件がつきます。前にまたいでいくわけですけども、通常にやるとそんなに難しくなくできてしまうと思います。ここに、もう一つの条件が加わりまして、足を平らに起こして平らに落とすという平起平落という、武道武術の歩法の考え方があるんですけれども、このように手をつけた状態で必ず足をですね、平らに持ち上げていただきます。この際に足を持ち上げる時の身体意識としては、このお腹周りをぐっとしっかりと太くしていただきまして、腹を使って股関節から足を引き上げるような動きを心がけてください。で実際にやってみたいと思います。この状態で腹の奥の方を使って股関節から足を引き上げます。後ろ足を前に持ってくる際にも、つま先側の方からなるべく足が離れるようにしていただいて、引き上げて前に持ってきます。下がる時も同様に、なるべく足を平らに起こして平らに落としていきます。次にやる時には反対足の方からスタートしていきましょう。平らに上げて落とします。後ろ足の時にはつま先側からなるべく足が引き上げられるようにしていただいて、足を前に持っていきます。体を曲げるのが大変な方の場合には、段差取れるようなものをこのように置いていただいて、この指先が触れた状態、足がしっかりと平らに上げていただいて、ここをまたいでいきます。またぐ動作を練る条件を加えることによりまして、お腹の深部の方を使って足を動かす感覚というものが芽生えてくると思います。ウォーキング、単純にこう歩行動作をするときにもですね、体幹深部の方とのつながりが生まれて、全身運動として疲労感が少なく歩けることにつながると思います。3種目目は四肢を伸ばした状態から呼吸を深く実践することによって、この四肢の曲げ伸ばしの運動と呼吸の働きを合わせていく、全身運動なんですけども、ちょっと生理運動的な意味合いのある運動を紹介していきたいと思います。腰立ちの基本姿勢のように、つま先、膝は同じ方向を向けて、やや広めに足を広げて立っていただきます。仙骨を前側に入れるような姿勢を大事にしていただいて、背中、背筋をしっかり伸ばしていただきます。軽く両手を横にこう広げた状態ですね。で、呼吸を口からふーっと吐きながら、少し肛門も締めていただき、
呼吸を吐いている際には横隔膜がぐーっと上の方に上がっていきます。その内臓周りの深層筋、呼吸に伴う深いところで働いている筋肉がふーっと動いていくのに合わせてですね、気持ち上半身も屈曲の運動を入れていきます。この時に膝も緩やかに伸ばしていく動きになります。呼吸が止まって自然にまた吸い始めるタイミングになりましたら、呼吸の吸うのに合わせて四肢を伸ばし、横隔膜が下がるのに乗じて、骨盤全体が下方向にぐーっと下がるような感覚を大事にしていただいたら、そのまま膝の曲がりも連動させていきます。ちょっと一連の運動をやってみたいと思いますね。武道武術に根付いている体の使い方というものは、私たちの普段使っていない体の部位を目覚めさせ、そして体全体の働きを有効にしてくれます。ぜひ日常生活の中で応用していただいて、楽に動ける体、そして自分の体を手に入れてみてください。